今週も最高の週末がやってきましたね。どうも、ケイスケです。そして、山笠ポの、奥さんでございます。今日はね、松本山が応援隊ということで、松本山が応援しに、ある日の方に、来ました。今日はね、レノハ山口との、対決ということで、まあ残りね、J2 も、3試合。松本山が今順位としては、降格圏に、沈んでいるということで、この試合ね、勝たないと、かなり、厳しい状況に、追い込まれます。山賀としては得点を取ってなんとかね、勝ち点3を、勝ち取ってほしいなと思います。さらにね、ユーサポの僕としては、今日の試合山賀とは、田中パウロ純一選手、そして、相手チームにはヘニキ選手という元ね FC 牛の選手たちも、いますので、そのね攻防にも期待して、試合を楽しんでいきたいなと思います。僕たちとしては最後のアウルインでの試合観戦になりますので、思いっきりね、スタグルとか、ガチャとか、楽しんでですね、スタジアム観戦楽しんでいきたいなと思いますので、山川サポの皆さん、今日は、一緒に頑張って応援していきましょう。なんか一言山川サポとしてあれば。なんか一言やっぱ重いよ今日の試合に向けた気持ちは。私は勝っても負けても松本の一致団結して、うん、みんなが応援してるあの景色が私は好きなので、たとえどういう結果になったとしても私は山を応援し続けるよってことだな、うんうん、だから本当にそういう今奥さんが言ったようにそういうサポーターの人が多いからこそ今この順位にいますけど、山賀さんは J2 観客動員数、この間も1位やったかなっていうところはそういうところから来てるのかなっていうふうに思いますので、今日もね下手すら J2 他のスタジアムよりも、アルインが観客動員1位になる可能性十分ありますので、それはねやっぱり今、言ったように、山賀を愛してるからこそ、どんな順位でも、こうやって応援しに来る、サポーターっていうのは本当に他のクラブとしても、目指すべきクラブだと思いますので、今苦しい状況ではありますけど、なんとかね、今日の試合勝って、残留してほしいなと思います。それじゃあね、早速スタジアム着きましたんで、アルインの方行ってきたいなと思います。すごい、福島ユナイテッドさんからも来てる。すごいね、ね、野菜。おう、出ましたよ、まだ出るよ。どうぞ、はい、1回目狙いも出る。出ました。出ました。後藤です。あ、後藤や。ありがとうございます。はい。どうぞ。一回、はいよ。出せ。後藤はいらんよ。出せ。お、あ、じゃあ何頭や。はい。何頭やったそれ。ピンクは三頭。三頭や。まあまあまあ。二回、はいどうぞ。三頭でも通る？選べる。わかんない。三頭。三頭ですか。はい。おめでとうございます。選べる。お、やってや。はい、あ、パウロ7番。え、僕白で。あ、白。はい。白も顔なので。はい。あ、はい、わかりました。お願いします。ジュニックゴー。はーい。何が欲しいこれ。どれでもいいらしい。え？どれでもいいらしい。え？どれ来る？佐藤。佐藤。オッケー。よし。さあ、ジャンボガラポン。ユーカーのやつだ。ユーカー何入れた？タオル？三頭、四頭、三頭やな。三頭。三頭の十番のタオル。でも名前入ってない。はい、入っとったらいいな。俺佐藤や。佐藤のキーホルダー。俺五頭やもんだって。よしよし、とりあえずなゲットできたで。スタグルを買いに行こう。すごいわ。これみんな書いてんだろうな。すごいな、やっぱな。弾幕すごい。いや勝ちてえな今日の試合。いやすごい。応援するためにここへ集まっていることを。応援するためにここに集まっていることを忘れるな。肉スタ丼かローストビーフ丼に悩むけど、肉スタの行くかスタミナつけなかった帰りのことも考えて肉スタにしよう。肉スタ丼食べてすごいさ、スタグラスでニンニクが積み取ってやばい。
ニンニクが効いてほしい。卵がうまい感じにこうまろやかなんで、めっちゃ美味しい。リピーター続出って書いてあるんだよ、販売。その意味がわかる。めっちゃ美味しい。ぜひ、ある日の時はこのスタミナ丼を食べてください。ゆうかは？はい。何やったっけ？山口和馬選手のつくね丼か？ねえ、限定やろこれ。いいね、うまそうや。ステッカーもらえたし、うん、もらえるの知らんかった。写真、写真か。もらえると思わんかったけど、うん、すごいボリュームや、うんうんうん、美味しい。味付けすごい。味付けはなんやろ。食レポの下手さが目立つわ。まあ、これ食べてね、山が勝つと信じよう。今ね、試合終わって、車に戻ってきました。まあ、結果はね、1対1の、ドローというところで、まあ、後半ね、いや安藤選手が切り込んできて、セルジーニョ選手がね、見事にゴール決めて先制点取ったんで、まあ、いい時間にね点取ったもんで、これはいけるかなって思ったんだけど、まあ、セットプレーのところで渡辺選手に決められて、まあドローというところで、やっぱりあの1点取った後、山賀のねチャンスの時間っていうのは、多かったので、そこでねもう1点取れるとよかったかなっていうふうに思うね。どう山賀さん、1点目、セルジーニョ選手入れた後の10分がめっちゃ長く感じた。そうやね、セットプレーがやっぱりその点取られた前のコーナーキックもう時も結構危なくて、うん、ポールに当たったというか、ね、当たったよね。だからそういうところでその後のコーナーで決められとるんで、ちょっとセットプレーでのやっぱりあの守備っていうところをもうちょっと改善しとかないと、うん、もったいなかったかなっていう失点は、ちょっと耐えれば勝ち点3、ゲットできたし、残留争いしてるチームが、負けたりとかね、していて、ここでね山が勝つことができれば一気に勝ち点縮めることができたんで、まあ、すごくね、もったいなかったかなっていうふうに思います。分かるなんかみたいな、ない、いや、行く前、試合行く前は勝っても負けてもいいって言ったけど、やっぱり悔しい。そうそうやな。悔しい、うん、そこら辺のところでやっぱり、うん、でも悔しいね、うん、やっぱり今日も観客7000人以上入っているってところを目指してもらうと、やっぱり山賀のサポーターっていうのはすごいなって改めて思うんで、このサポーターの人たちの応援っていうか声援を受けて、なんとか選手たちに頑張ってもらって、残り2試合、2連勝で、締めくくってほしいなと思います、うん、今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。Twitter もね、やってますので、そちらの方もフォローしていただき、チャンネル登録もお願いしたいなと思います。今回はね、山賀サポーターの気持ちもね、考慮しまして、締めの言葉は、なしにさせていただきたいなと思います、また次の動画でお会いしましょう。頑張れ松本山賀ワンソール。